なんか夫さんは寝すぎてもう寝れないみたいなので、先に起きて下でカタカタやってますね。夫さん昨日早退してからもうずっと寝てたんで、もうこれ以上寝れないみたいです。は異常なし。普通に数パーぐらいで一箱減ってる気がする。いおい、片付けたんだよ。飲んでさすが。飲んでません。なんか夫さんが今起きたばかりなのに、私。やめろ、掃除機をかけ始めようとしてますが、まだ起きたばかり。今起きたばかりなんですけど、何やってるんですか、あの人が。56は、そうでしょ。もち食べるそうです。いいじゃない。あったな、弁当です。おっしゃー。はい、今日の朝食は何ですか。はい、今日はサラダ、あさりご飯、父やす毎日会長ヨーグルト、紅茶、蜂蜜、レモン、オレンジジュースの残りです。おっしゃー。ここでブラウンクイズです。こちらの中からどれをおねだりするでしょうか。シンキングタイムスタート。ちち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 ち
どこに置いても一緒ですね。ところにお掃除に行ってからお仕事に行って帰ってくるね。ピタちゃんのお花どれにしようかな。ピタちゃんお花摘んできたよ。今日はじゃあ千日紅とこのいい匂いのするお花紫と白でまとめました。とあとこちらこんな感じです。よかったね。最後のお布団干し日和だと思いますので、今からおばあのところに行ってお布団を干したいと思います。それでは、ワープ。着きました。この羽毛布団がね、結構暖かくて、ね、いいんですよ。おばあはね、これね、あのジャパネットで買ったやつなんですけど、いいですよ。裏がこれ裏なんですけど、今使ってるのがボロくなったらこういうタイプ買おうと思ってます。天気が悪いなって感じ。なんか吸い取ったような気がする。草刈らないといけないのに。今帰ってきました。なんか弟の友達の、おじさんが落花生をくれたみたいで、これ塩茹でしたらしいんですけど、お買い物はこんな感じです。もち麦がなくなったのでまた買ってきました。でラーメンは麺だけ使う。で汁はこれにする。つゆ、つゆっていうかスープ、ラーメンスープはこれで作ります。で、あのウインナーでしょ。リンゴ、トキっていうリンゴにハマってて食べてます。でこれがなんだっけ、秋なんとか、秋映えって書くやつ。でこれが玉ねぎで、
大根、ごぼう、人参です。今から夕食を作ります。今日の果物はリンゴ。なんか歯をぐさってこうやってこうやって刺しますとコツですよね。コツ、コツとか考えたことないんですけど、とりあえず歯を刺すことですかね。まず歯を刺す説明がしがたい。はい、剥けました。イエーイ。明太子、今日は夫さんがご飯いらないみたいなんで、今日はこの明太子でスパゲッティを作って、それを夫さんの弁当に持たせたいと思います。おばあが卵焼きを焼いて持たせてくれました。材料はバター、ニンニク、キノコ、ネギ、明太子です。バターが最後なので、買うのを忘れないようにしたいです。6月19日から使ってたみたいです。暇なので先に進めときます。シラスをもらったのを忘れてました。このシラスを一緒に入れます。唐辛子もちょっと入れました。できました。夕食ができました。今日は、たらこスパゲッティにおばあが作った卵焼き、おろしにリンゴです。ではいただきます。みかんは一体いつ食べるのでしょうか。おばあが作った卵焼き、安定の味。いただきます。完食しました。リンゴは夫の分もあります。